はい、皆さんこんにちは。今日は、いつも左バックをやってますけど、いつものところですけど、ちょっとハンドル動きを見てください。よいしょ。ハンドル周りをちょっと中心に移してきますので、見てくださいね。よいしょ。ライン乗ったかな。よっこいしょ。で、あとは起こしてきます。お、近いよあんた大型。そこで待っちゃってるんですけど、もうちょっと離れて止まってよあとはもう起こすだけです。起こしてまっすぐにして、よいしょ、もうちょい起こせるかな。相変わらずね、相手待たれるとプレッシャーなんだよねで、一応左ちょっと寄りすぎなんで、もう一回前戻しますね。よいしょ。こんな感じで、もうね、曲がる方向にハンドルを逆なんて言ってますけど、きっかけだけ作っちゃって、お尻がある程度向いたら、あとは戻しちゃう。よいしょ。意外とね、無理して入れない、あれしないでね、ハンドルあんまりこうこねくり回さないでね、我慢して押し込むっつうのも大切なんですよね、トレーラー。よいしょ。もうちょい線だと曲がっちゃったな、気持ち。もうちょっとここで起こそうかな。よいしょ。よいしょ。こんな感じかなと。よし、気持ちだけ引っ張って完全にまっすぐにしましょう。はい、はい、まあこんな感じですね。よいしょ。まあハンドルの動き見てください。解説する余裕がなかった。違うか解説しながらのあれですけど、なんかね、まだまだダメだな、極めなきゃいけないですね。いろいろ深いっす、やっぱトレーラーね。まあそんな感じで、ちょっと左バックハンドル取ってみました。前回もね、右左折のちょっとハンドルを取った動画も上げてみたんですけど、まあこんな感じでハンドル切ってるよという感じですね。あんまり参考にならなかったかな一番いいのはね、この間映した通りに左側のミラーと右側のミラーと、あとはハンドル周りとね、カメラ切り替えて見せてあげれば、ああこういう感じでイメージ的に曲がっていくんだなっていうのも分かるんですけど、ちょっとまだ機材がね不足してるんで、これが限界かなと思うんですけど、まあこんな感じで撮ってみました。この動画が良かったと思う方は高評価、そして、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またこんなことできるよ、別の場所でもね、ちょっとね、右バックとかいろいろこんな感じでちょっとハンドル周りの方もちょっと撮っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。では今日雨なんですけどね、運行される方、それから車運転される方、足元悪いんでね、気をつけて運転してください。ではさようなら。